武田亮介君、はい、日本共産党の武田良介です、えー。一昨年の台風19号で千曲、えー、川が被災をいたしました、長野市の堤防が決壊したわけですけれども、今日は長野県東御市の護岸が崩れまして、その護岸が崩れたものに対し、今、権限代行で災害復旧工事が行われておりますが、その護岸工に不具,不具合が生じたと。 えー、いうことであります。この問題について質問させていただきたいというふうに思います。あのまず国交省に概要の説明をお願いしたいというふうに思います。国土交通省井上水管理国土保全局長。はい、えー。長野県管理の筑馬川で国が権限代行を行っている災害復旧工事で発生した五関口の不具合事象について。 12月28日付の北陸地方整備局の記者発表資料に記載された不具合事象の概要を読み上げます令和元年台風19号で被災した長野県東美市元雲の地先については権限代行として災害復旧工事を行っておりますが護岸港に不具合が生じていることが確認されました直ちに不具合箇所の調査をしたところ次の箇所の不具合が判明しました1 道米コンクリート重点不足、乗り多い大型ブロック背面の空洞が4348箇所、2、乗り多い大型ブロックの段差、ブロックの目開き、目地施工不良が9123箇所、3、乗り止め基礎未施工が2箇所、合計112メートル、4、護岸端部の処理不備、以上でございます武田君。 あの工事の発注者はです、ね、国交省の千曲川河川事務所というふうになっておりまして、あの受注者が大林組、えー、もちろん下請け企業ありますけれども、大林の系列のところでやっているというお話でありました、今、説明がありましたように、道米コンクリートの重点不足ですとか、乗り追いブロックの問題、合わせると1万3000を超える。 不具合があるということで確認をされたわけであります。すいません、あの資料を閉じた順番がちょっとずれているかもしれませんけれども、申し訳ございません。あのお詫びしておきたいと思います。あの次にですね、ちょっとこういう問題でありますので、あの大臣にですね、あのこの本件に関する所見と言いましょうか、伺いたいと思います。相場国土交通大臣。 あのこの千曲川の被災地は私も11月だったと思いますが、上旬に視察に行,ってま行きました、千、ま、曲、あ、川が氾濫するというのは非常に珍しいことでありまして、しっかり見させていただきました、えーまあ、あのここはですね、えー、権限代行で、えー、国交省から、まあ、大橋組という、まあ、スーパーゼネコンに発注をして、受注をされたと。 で受注者は当たり前ですけど、工事請け負契約において、設計当初に従って、工期内に工事を完成させるということが義務でございますが、今回、設計当初に適合しない不具合事象が発生したと、これ,だこれほど多くの箇所で発生したということは、大変遺憾であります。ここのの時時は確かに令和元年東日本台風、まあ、当時台風風当号とということでで級河川で全国 箇所で堤防が決壊するなど、確かに甚大な被害が発生し、この応急復旧で、全国で約2週間で応急復旧をしなければいけないということで、そうした建設業界にとっては大変な状況だったということは、確かでありますけれども、しかし、そうした事情があったにせよ、今回のような不具合事象は許されるものではなくてです、ね、改めて工事契約の定めるところに従って、厳しく、 対処していかなければならないと考えておりますあの昨年の10月に受注者からこの不具合についての報告がありましたえ直ちに発注者である私ども国土交通省から受注者に対して原因究明と改善措置方針等の提出を指示しまたあの今年の出水期に間に合うように再生後の指示を行ったところでございます この受注者に対する、まあ、ペナルティにつきましては、再,再施工を含む工事完了後に、まあ、しっかり対応することになりますけれども、まずはできるだけ早期に、出水期に間に合うように、再施工を完了させて、沿線住民の皆様に安心していただけるように、全力で対応しなければいけないとこう考えていこの崩れた護岸の、ちょっと写真が、写りが良くないですけれども、すぐ向こう側は、あの本運の塾といって、 あの旧宿場町なんですね、観光地でもあると同時に、そこにお住まいの皆さんもいらっしゃいます、ですから非常にここの護岸が崩れたということに対して、恐怖を覚えておられる、でこれ、不具合事象ってあの説明されてるんですけれども、現地の方たちは不良工事と言ってほしいと言って、怒っておられましたけれども、今回のこの不良工事の原因は何でしょうか井上局長。 千曲川の権限代行区間で生じた護岸の不具合の原因について、受注者から提出された改善措置方針等の主な内容のうち、不具合が生じた原因について読み上げます。1、現場組織施工体制的原因、うん、大型ブロックを設置する工事の難易度に対する理解と、河川工事軽減の重要性の認識が甘かったこと。うん 河川工事経験を有するブロック孔を配置できていなかったことなど、2、施工上の原因、1、道ごめコンクリート充填不足、乗り多い大型ブロック背面空洞、大型ブロック設置に際し、本来は1段ずつ施工するところ、工程を急ぐあまり2段ずつ施工し、バイブレーターが届きにくくなって、コンクリートの充填性を低下させたことなど、2、 乗り追い大型ブロックの段差、ブロックの目開き、目地施工不良、大型ブロック割り付け図作成に際し、平面線形や縦断線形、季節護岸とのすりつけなどの現場条件に対応した緻密なブロック割り付け計画がなされていなかったことなど、<laughs> 乗り止め基礎見せ工季節練り沈みに対して、熱着する構造と理解し、基礎を省略してしまったことなど、<laughs> 4、五岸端部の処理不備、端部処理の協議が未決定のまま、現地合わせで施工,を施工してしまったことなど、読み上げは以上となりますが、特に五がんの端部の処理不備については、協議が未決定との報告になっているのに対し、実際は受注者が発注者の指示に従わないまま施工したことが原因であると考えているところです武田君。えあの ちょっとおよそ信じられないようなことなんですよね、その工事の難易度に対する理解が不足、河川工事の経験の重要性が認識、まあ、甘かったということだとか、ですねちょっと本当に信じられない問題と捉えております。でこの問題、ですね権限代行で行われておられます。 でこれはですね私、長野県の方にも聞きましたけれども、長野県の建設業界の方たちは、ですね私たちからすると、非常にこうありえない工事だと、業界も驚愕をしているとで、長野県で行われた工事ですから、私たちの顔に泥塗られたような気分だという、そういう怒りの声も私、聞いてまいりました、でこういうことが行われているわけですけれども、これが行われることによって、資料の算もつけました。どういういこことが起こるのかあのか水 ししました対降水性能が低下するとか、ですね護岸コンクリートの構造が不安定化する、そして最後のところには護岸崩壊に至る可能性がある、まあ、そうですね千曲川はあの決壊してしまいましたから、そのことを感じておられる住民の皆さんが、不良工事によってブロックと停滞の間に水が入り、さらに崩壊を招くような工事をされてしまったということで、非常にあの強い怒りを覚えておられます。でこれれ権限代行で行でわれたと えー、いうことなんですけれども、えー、これ、権限代行というのは、激甚、頻発化する水害のために、えー、高度な技術が必要とされる工事、あるいは工事実施体制、技術上の制約によって、都道府県管理の河川でこれらの工事を的確に実施できない場合に、えー、国土交通大臣、または水資源機構が代わって実施することだと。 いうふうふに私、聞いておりますけれども、この住民の皆さんは、権限代行で国が責任を持って工事してくれると安心していました、でもそうではなかった、それだけに今回の不良工事が発覚したことに衝撃は本当に大きいものがあると、権限代行に対する信頼が失墜しかねない大問題だというふうに私、捉えておりますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います、はい、赤間大臣。あのですね、我が国国ととししてて土交通省としても大変この 受注者に対しては怒りを禁じませんただ、そうごちゃ混ぜにしないでほしいのは、国と県では、県から国は責任を持って権限代行を受け入れましたが、国が直接工事をするわけじゃありませんから、発注者と受注者にはまた契約をしているわけですから、このこうしたこと、これはまあ終了して、受け取ったわけじゃない、途中の段階での調査で、これが無効化の報告で分かったわけですけど、これは、 我々発注者にとってみれば、受注者、大林たるものが何をやってんだと、率直に申し上げて、そういうことですよ、それ以外のことはありえない、だから、ただ、私、申し上げたいのは、今回、この台風19号で、宮城県、福島県、茨城県、長野県等々で、権限代行、多分50か所ぐらいだったと思いますが、こんなことはこの1件だけで。 この意見を持って権限代行が全部おかしいとか、なんていうことにすると、それはとてもじゃないけど、現場では回らなくなると、これまではずっとその技術的な困難、人的な不足と、こうしたことをやっぱ国がどちらかというと乗り込んでやっていったということですから、私もこの案件は、国土交通省としても大変、冒頭は遺憾に思うと言いましたけどこれは本当、あってはならないことだというふうに思っております。 武田君。はい、あのこれまで行われてきた権限代行が全て駄目だとか、そういうことを言ってるわけではもちろんありません。あの、被災者の皆さんのあ、この現地の皆さんのあの声からですね。権限代行っていうことで安心していたのにということで認識を伺いました。あの国交省の対応はどうだったのかということで少し伺いたいというふうに思うんですけれども。 あの不良工事の発生原因のところに、河川工事経験者が配置できていなかったと、1人もいなかったということが挙げられているんですけれども、国交省はその河川工事経験のある技術者が不可欠だと、そういうことは当然認識されていたということで、よろしいでしょうか、はい、井上局長。河川における緊急的な災害復旧工事に配置する技術者については、 土木施工管理技師等の資格を要件として求めております。河川工事の実績まで求めていない、これまでのこのルールで、同様な不具合が生じたことはなく、このルールに基づいて、受注者にしっかり施工していただくことが重要と認識しております。また、ブロック工事を施工するために、河川工事の経験を有するものを配置するかどうかは、受注者、元請けの受注者になりますが、において、 法令に基づき適切に判断すべきものであり、発注者としては受注者に対して、目的物をしっかりと仕上げてもらうよう徹底してまいりたいと考えております武田君あの。そういう方が必要だということを認識されていたのかということを伺ったんですけれども、認識されていたということでよろしいですよね井上,君あ井上局長。 はい、あの私どもはあの、配置する技術者については、土木施工管理技師等の資格を要件として求めているというところで、技術要件を求めているところでございます武田君あの、えー。今回の不良工事ですけれども、これ、一義的にはもちろん、あの先ほど来お話があるように、大林組の責任が重大だというふうに思います。で同時にです、ね、あの国がししっかりこれ管理監督をしていいくその発注者あ目とうのも 大事ではないいかという,ふうに思っておたん部、先ほどありました護岸た部の処理の不備の問題ですけれども、これ、協議が未決定のままということで、先ほどの答弁でも、大林の方から報告が、報告というか、協議の申し入れがなかったということがありましたけれども、その契約上、こういう協議が必要だった、必要な協議がなされなかったということでしょうか井上局長。 受注者からありました協議が未決定のままとの報告につきましては、あえー、この竹田先生の事前ご説明の際には、公示請負契約書の第55条に基づく協議が、 行われるべきであった旨の説明をさせていただきましたが、これは少し私どもの間違いでございまして、ここでお詫びして訂正させていただきますが、改めて本工事の内容や経過等を確認させていただきました。その結果、護岸端部の処理など、当初の設計図書に記載のない工事については、特記使用書に基づき監督員の指示に従うものとされ、現に発注者側の監督員が、 詳細設計案の作成を指示しましたが、受注者が応じないまま工事が進められてしまったものと認識しております武田君あの。事前の説明、レクチャーでは、あの繰り返し繰り返し資料にもつけさせていただきました、資料の4の1、2、3までですかね、あ1、2までですかね、あ3ですね、つけさせていただきました、で今、説明のありました資料の4の2、 総則、えー、の3条、それから最後の補足の55条で、この説明を受けておりましたけれども、先ほどの特記使用書の話、えー、今日になって、なんかそういう話があるということで伺いましたあの、正確な説明をしっかりしていただきたい、結果として私の資料も不十分なものになっているということでありますので、あのぜひその点は指摘をさせていただきたいというふうに思います。でそういった点ですねあの 協議が必要だとであの、事前に聞けば、そういった協議が必要になるから、えー、河川事務所の方からあ大林組に対して、えー、詳細の設計が必要だと、協議をしようと、早く作成してくれということを催促してたということを伺っておりますけれども、それは間違いないですね。井上局長間違いいございません私どもの方から 再三にわたって、詳細設計書案を作成するように、特記資料に基づいて受注者に指示をしておりました武田君指示していたけれども、なぜその協議が未決定のまま工事が進んでしまったのか実際とし、実際には工事がそれで進んでしまい、今回の不具合という発表になっているわけですから、そのことの検証こそ、私は必要なんだというふうに思っております。実際工事でで使われた図面にはですね のり止め基礎を施工することになっていない図面も含まれていたと、うん、それを使って工事が行われていたと、うん、これは私も大林組にあの確認をさせていただきました、千曲、うん、川河川事務所も協議が必要であるということを催促しながら認識していたわけですから、うん、しっかり協議がされていないことをそのままにしないで、うん、契約書通りにきっちりと協議をしていれば、うん、図面がのり面基礎を施工することになっていないことにも当然、気づけるでしょうし。 えー、作り直しを指示することもできたんじゃないだろうか、うん、今回の工事、不良工事を防げたんじゃないかというふうに思いますけれども、その点、いかがでしょうか井上局長。まず、今回の不具合事象のうち、護岸端部の処理不備については、発注者側の監督員が特記使用書に基づき、受注者に対して詳細責案を作成するよう、再三にわたり指示していたものであり、適切に監督業務を行っていたと認識しています。 次に、護岸裏のコンクリート充填不足等の不具合事象については、受注者の責任において、設計図書に従った施工をすべきものが、設計図書に適合しない施工がされたものと認識しています。監督員の業務というものは、受注者が設計図書に従って誠実に施工することを前提として、 契約の適正な履行を確認する場合で必要な節目ごとに行うこととしており具体的には土木工事監督技術基準に基づきあらかじめ定めた施工段階で施工状況の確認を行うこととしています本県においても北陸地方整備局の監督員は同基準に基づき監督業務を行っておりこれまで護岸設置の予定箇所の確認や護岸の底部の基礎工等のふかし部分の確認など 現岸ののり面工の施工状況の確認については、所定の条件を満たす受注者の施工実績に照らし、土木工事監督技術基準において、設計図書との適合工後期中に1回確認を行うこととされており、本件においては、護岸全体の設置が完了する令和2年10月に行うこととしておりました。 そして、その確認を行う前の10月5日に受注者から不具合の報告がありました。監督員の確認行為はルールに従っており、不備はなかったものと考えております武田君あの。今回の工事についてはです、ね、国としての,その検証も必要だというふうに私、考えておりまして、あの2月8日付第3報というのが出されてです、ね、あの今、説明がありましたような、 監督ののの強化の方針というのが出されておりますでしかし、しかし、本当にこの,だこの強化策を国交省として出すだけでいいんだろうかというふうに私は思っておりまして、なぜ協議が未決定のまま進んでしまったのかだとかですね。 あの先ほど、すべての権限代行ではないというお話もありますけれども、大林組だけの本当に問題なんだろうか、他の現場はどうなっているのか、そういったことの検証も必要になってくるのではないか、あの現地の住民の皆さんの思いは、そういう検証が必要だという思いだというふうに思っております。というのは、あのこの不良工事あの、知った方からですね、あの茨城県の常総市の方でしたけれども、木戸川の災害復旧工事は、 同じような不良工事がありはしないかということで心配だということで私の事務所にも電話もありましたあのしっかり国交省としてですね今回の不良工事に関する検証をやるべきだということを改めて指摘をさせていただきたいというふうに思います次にこの工事の今後の進め方ですけれども先ほどの大臣の答弁にもこの後、えー、撤去しそして再施工していくという話もありましたで今この撤去作業が進められていて <coughs> 改めて復旧工事が進められるという予定ですけれども、その進め方についても不安の声がありました、その撤去作業と再施工ですね、急いで突貫工事でやることになると思いますけれども、品質、その安全、両方をどう確保するのか、こういう声が上がっておりますけれども、国交省、いかがお考えでしょうか井上局長。本災害復旧工事にかかる不具合については、本年1月29日。 受注者より改善計画書の提出がありこれに基づき発注者より受注者に不具合のあった護岸工の再施工を請求し既に着工しているところです出水期までに護岸の機能を回復させる必要があるため多くの作業を同時並行的に進めできる限り工期を短縮することとしていますただし安全の確保は当然の前提であり受注者に対し上下作業による資機材の落下やクレーンの 回転半径内の作業作装等にには法令に従い十分配慮させることとしますますた品質の確保については、受注者に対して現場管理体制や組織の強化、各講習の具体的な作業手順を定め、講習ごとに作成するチェックリストによる確認などを行わせることとしています。さらに、発注者としても、今回の不具合箇所の再施工が大規模かつ短期間に実施されるものであることから、 通常の工事では行わない重点的な工事監督業務として、工事着工前に施工体制をヒアリングにより確認すること、施工途中の段階確認の項目や頻度を増やすことに取り組みます。こうした取り組みによって、品質と安全を確保して、できるだけ早く工事を完成させたいと考えております武田君。 あの今、説明ありましたけれども、現地の方たちですね、1月にその工事説明資料というのが出されて、今、答弁があったようないろいろ配慮しますということがあるんですが、それが記載されている説明を受けた上でもですね流域住民の皆さんは振動だとか、粉塵ですとか、騒音ですね、とりわけあの心配をされておりました、住民の皆さんの声聞いて進めていくことが重要だと。 えー、住民説明会を臨時で開くことなども含めてです、ね、必要だと思いますけれども、改めていかがですか井上局長。本年1月24日から26日にかけて、発注者である国土交通省と受注者が合同で、不具合の発生状況やその後の対応について、地元説明会を開催いたしました。このの中で地元の皆様からいただいたごご意見やご要望を踏まえ自注者において 夜間作業は行わない、工事車両について朝夕の通勤・通学ラッシュ時の材料運搬を避ける、振動測定の結果、管理目標値を逸脱した場合は、一旦作業を中止し、速やかに原因を究明する、騒音対策の強化として、防音シートの高さを高くし、住居側に設置延長を伸ばす、粉塵対策の強化として、散水車の散水頻度を必要に応じてから、 1 1時間に1回にに回変更するなどに取りり組むこととしておりますまた、地元住民向けの工事見学会の開催や、電子案内掲示板を用いた工事情報の提供を受注者に要請するなどにより、地元のご理解を得ながら、工事を進めていくこととしています武田君。はい、あのぜひ、住民の皆さんの声にしっかり耳を傾けてです、ねあの、取り組んでいただきたいというふうに思います。 あのこの点で、あのじゃあ最後大臣にあのお願いします。阿部大臣。はい。あの流域住民の皆様のにあの大きな不安を与えるということはあってはならないことでありますので、今局長から答弁したように、1月24日5日6日と住民説明会をし、そしてあの皆様からのご要望をいただいて、まあ、夜間作業を行わない等々対応しているところでございますし、またあの工事の見学会もこれまで4回開催をさせていただいて。 約80名の方に参加をいただいております、基本的にこの精神は貫きながら、しっかりと出水期までにちゃんと工事を仕上げると、これはもう、まあ、大林組のもうプライドにかけてやっていただかなければいけないと、こうはっきり申し上げておきたいと思います武田君、えー。二度とです、ね、こういう工事が起こらないようにしなければならないというふうに思いますし、そのための検証、検討、あの国としてもぜひやっていただきたいということを重ねて、あの求めまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました